あの日、いくつもの奇跡が起きた。ファングとバニラは命を懸けて黒雲を支え、クリスタルから蘇った私たちの烙印は消えた。けれど、戦いを終えたばかりなのに、なぜか私は始まりを予期していた。これは、あの日、異なる世界への門が開いた。門の果てから現れた、この世にあってはならない闇が、私を時の彼方に捉えた。闇に囚われた私もまた、歴史から消された。これ、柱の下で見つけました。姉さんは、あの柱の中でクリスタルになって黒雲を支えてる。スノー、どうしたの？お姉ちゃんはここにいたじゃない。麗しき軍神よ、祝祭を始めよ。闘争の歓喜に吠えろ。私が守れなかった未来だ。聞いてくれ、セラ。全て話そう。俺はセラを信じる。これ、預かって待っててくれ。必ず姉さんと帰ってくるから。セラ、俺が導く。ライトニングを探しに行こう。きっとあんたに会いたがってる。バカ言うな！そんなライトニング様、もう！お姉ちゃんは、どこにいるの？これは時の扉、ゲートだ。このゲートの向こうで待ってる。お、不思議なところ。ヒストリアクロス、時代と時代が交差する道だよ。じゃあノエルはここを通って未来からやってきたんだ。夜明けは見つかるか。二人の心次第。ここ、私たちの村。俺の生まれた時代に似てる。セラ、何か見えたのか。罪は君たちの血で贖い。カイアス、見えているか、ここにいること。あなたも私と同じ。あなたならきっと導ける。
守る守るって守られた方がどう思うか自分のこと考えてくれなきゃあんたが守りたかった人が悲しむんだ。だけどお前もセラを守ってくれたろ。ノエル、あなたの時代には国運はなくなってるって言ってたよね。国運が崩壊したせいで世界はめちゃくちゃになった。変えようよノエル、一緒に未来を変えよう。国運の崩壊を止めればノエルの時代だって変わるよ。死を超えてあらゆる時を永遠に記憶する。彼はカイアスなんて決して死なない。あいつは不死身だって言うのか。カイアスを追いましょう。スノーは誰かを救おうとして無茶ばかりするから、そういう彼を私が守る。私がルシになった時支えてくれたのはスノーだから、今度は私の番。どうして時を変えたいの？どうしてあの人を邪魔するの？時を変えればあなたも傷つくのに。歴史を変えて助けたかったんです。ライトさんだけじゃなくて、バニラさんやファングさん、母さんも。また一緒に暮らせるんだよね。今は前だけ見てろ。